どうもこんにちは、三浦です。前回ですね、ここでジャンボテルサをやっつけたんですけど、こっからだね。今日からエリア4。真っ暗になっちゃった。ただで真っ暗なのに大変じゃん。電気が突然消えよった。よくわかったな、消えたの。今の雷のせいで停電になったのかもしれん。暗くて何も見えんわい。暗闇はお化けの独壇場。用心するんじゃ、ルイジーくん。もう何も見えないね。さあ、とりあえずこの奥行けばいいのかな。もうこれ結構多いな。結構ダメージ食らったな。多分こっちかな。あ、閉まってる。じゃこっちかな。あ、電話の部屋、電話鳴ってる。怖い。これ電話鳴ってるよね。あ、出ることできないのか。これだ。これ絶対怖いやつでしょ。もしもし、そこにいるのは誰。ルイ、クッパだぞ。ひー、なに誰。もう一回出てみようか。ハロー、もしもし、そこにいるのは誰。ルイジーさんですか。あ、私です、キノピオです。お化けだったらどうしようかと思いました。クスンクスン。それにしても大変です。雷が落ちたせいで屋敷中が停電になってしまったんです。一体どうしたらいいのでしょうか。どうか電気をつけてきていただけないでしょうか。え、どうすれば電気をつけられるかですって。あ、でもそういえば確か地下の大きな電気のブレーカーがあったような。あ、これわかりますよ僕。地下室のブレーカーを見に行こう。ごめん、まだ電話鳴ってたわ。これかな。もしもし、もしもし。驚かせて悪かったな。わしじゃ小山じゃ、何度もすまんな。さてと、闇を好み光を避ける。お化けとは本来皆そういう存在なのじゃが、闇の府というギャラリーから逃げ出した絵のお化けだけは真の暗闇にしか姿を現さない。もしそやつがどこかに現れるとしたら、おそらく今しかありえないじゃろう。探してみてはもらえんか。いい年こいて身だしなみには気を使うやつじゃから、洋服や鏡のある部屋が怪しいと思うぞい。あ、そんなのあったっけな。おっと、お化けが迫ってきたようじゃ。気をつけてな、ルイジ君。さあ来い。せーの。あ、ま、ちょっとやべ、失敗した。しゃあ、左から迫ってるやつはどうすりゃいいんだ。ちょっとハートハートハートもらいに行こう。まず一人。これで3匹目。おしょー。さあ行こう。よいしょ、一気に吸い取った。ちょっとハート欲しいよね。あー、一回やっつけたところからも出てくるね。うわ、これまずいな、きついな。うわうわ、ってか数が多いな。
よいしょ。ガーシ、この数だと、この数結構きつい。やめろ。さあ、いくらやっつけてもお金は出てこないみたいだね。2階にね、クローゼットっていう場所があるので多分2階なんだよね。クローゼットどこだったっけな。行って、もうこういうのやめてほしいの、ほんと。いやもうお化けの数半端ない。ここでもないか。うわうわうわ、くそ、後ろからも来てる。よっしゃ。あー、しかし、あー、一気に4体やっつけないと。うわ、ちょっと、ちょっと一旦出るか。ここ、ここもうちょっとまずいな。早くクローゼット見つけないとまずいことになる。体力がちょっとまずいことになってるんだけど、とりあえずセーブポイントまで逃げ切ろう。あー、ボーリング厄介ね。ネズミも厄介。ネズミ超邪魔。これ1階なんだよね。くそー、なんなんだよもう。あ、ここ出れば、ここ出ればセーブポイント。キノピオいないっていう。うわ、オチ、このき、このオチきついな。ここにキノピオいたんだけどね、セーブできないわ。そうか、暗くなったから逃げちゃったんだね今。あー、しょうがない。うわー、もう終わった、もう終わった。うわ、うわ、なんだこの部屋、くっ、多すぎる。いけ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 。うわ、オッケー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 、ハート出てきた。ここクローゼット、ようやく来た、ここだ。こいつか、闇農夫。こいつが配電盤の鍵を持ってるらしいんだよね。ありがたいことにお化け出てこないな、ここ。さあ、どうやってこいつは捕まえるのかな。あ、なるほど、正面向くとダメなんだよね。でもこうやると、あ、ちょっと待って、一瞬で今、オッケー。いやー、何もしてこないのはありがたいな。オッケー、もう吸い込んだな。さあ、これ持って配電盤行こう。地下1階、地下1階やばそうじゃない。うわー、かも、カツやばい、やばい。もう食らうだろこれ普通に。あれ、俺どうすりゃいいんだこれ。どうやって地下室行けばいいのかちょっとわかんない。とりあえずハートで。いて。あ、やっぱここだ。こっから地下室。ほら、もうこっから雰囲気全然違うもん。で、あれ、ここ前から開いてなかったっけな。
開いてたような気がするんだけどな。あれ、え、あれもうこれ元からここ行きてたけどな、なんか。おや。